えー、皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日20、2024、え、年、ー、12月の1日。<coughs> えー、動画の、えー、再生時間なんですけども、えー、昨日、えー、時間を見たとき、えー、1300、まあ、いくらであったと。で、これね、あのー、 ワンピースについてっていう、まあまあ、あのー、僕、始まりでスタートした部分があるんですけども、もう、かな、かなり、あのー、僕中心の内容です。で、昨日、あえっ、ー、とね、そんなにちょっと待ってください。先ほど動画、 をえー、公開したんですけども動画の再生時間について正直変ですっていう内容のもの。で、あともう一つ今あの読み込んでるのは、あれ馬警察側に通報と被害届で対応してもらってるもの。078でかかってきてるのに、えー、n t t の未納請求の音声ガイダンスが流れて、オペレーターにつなぐ、 オペレーターへの対応なら一を押してくださいって言ってくるんですよ。で、一を押したら、今度その番号が、 えー、え後から見たら全然違う番号に変わってると。で、その番号はアメリカですっていうことで、あの、有馬警察署に、えー、言いに行くと。で、まあ、輪えは、ー、ないはずです。NDD の方に、えー、ドコモさんの方に聞きに行きましたので、えー、こういうのがちょいちょいかかってくると。で、あと、エロ業界からの、まあ、メ,スメッセージについても、あの、ちょっと公開しています。あのー、淡井啓介っていう名前を、あの、我が天下とかで、えー、 公開したからといって、えー、まあ僕のホームページを見たからといって動画の再生時間とかは削れるっていう経緯は誰にもありません。 むしろ、こういうふうな悪党業界の連中からの通報とかが、あのどの辺のプレイヤーが、エロ業界の残党だとか、そういったことが、あの性的被害者とかありますので、絶対あのそういうふうな話になります。どちらがあの被害者でどちらが負けなきゃならないのかっていう話。これ、昨日ね、えー、2何0っていう再生時間で、一番最初上げたとき、27、28日ぐらいの時は、また50時間、あ、違う、50人、閲覧者数、えー、視聴回数5十 にも到達してで、まあ、あとから、まあ,あ、一気に動画とか公開してますんで、あの、まあ、すべて本当の話です。裁判所は真実はすべてなので、本当の話を言ったからと言ってっていう部分があると思います。まあ、基本的に私の動画長いので、途中で見る、あの辞めてる人もいるのはいるとは思うんですけども、基本的にね、面白い話とかもだいぶ混ぜて、天気、晴れに持っていったり、まあ、そこはあの重要な話なんですけど無駄な。 方向でね。ええー、いや、アメリカの方の人たちを起こすとか、そういうことじゃないです。あの、違います。全然違います。あの、ちゃんと動画で言ってます。喋ってる内容の方が上です。心からそう思ってるから言葉に出てくるのであって、電波で脳へのアクセスで考えてる内容を、えー、違う内容にコンピューターの方で書き換えて、他のコンピューターに誤認をさせられることができますので、それはダメです。その方法は。で、ええー、まあ、こちらの方の映像で見ると、 昨日のことですとこちらの文章、えー、動画の説明欄を見てもらっても分かる通り、えー、動画の再生時間、えー、2024年10月27日、まあ、これもだいぶ減ってきてしまった方なんですけども、あの動画の再生時間ですよ。で、これについて、現在のところ、さっき10月、10, 10月の27日、昨日です,の日です、ね、昨日 で、69時間なんですよ。変ですよね。あの、まあ、1日。じゃあ、昨年の1年前のお動画の再生時間をマイナスとして引いたとしてもですよ。引いたとしてもですよ。変ですよね。いくらなんでもこれは変です。 だから、あの、アメリカからの変圧はないよあの、一応押しアメリカにかかる内容だとか、そういうふうなところを押すことによって、どういうふうな現象が発生しているのかっていうことも、多分これは調査した方がいいと思います。これ日本政府とかの方で、え国、ー、連とご対応のほどよろしくお願いいたします。